ほい。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 今日の動画最後にこれ、小桜。これは今ね、豆ルリハと一緒にね。だいたい豆ルリハと小桜、うちよく一緒に育てるんですけど、だいたい気が合うようですよ。豆ちゃんと一緒にね、2、3日前から、段ボール箱を卒業しまして、ケージの中で寝るようになりました。もう一羽は、もともとの底の巣箱に寝てたブルーの小桜がいるんですけどね。まあ、ブルーじゃなかった。胸はブルーだけど、あれシーグリーンだ、正確にはね。それがね、潜って、時間になったら、この子たちが入ってるところに、開けてくれーっていうね、来ますよって。開けてやるとね、自分はさっさと紙を敷いたんですけどね、新聞紙とかキッチンペーパー、その下に潜って寝ますね。この子たちは泊まり木で寝ます。これと豆ルリハはね、よしよしよし、おおおい、かきかきマッサージするぞ。かきかきマッサージ。今ね、相棒の小桜じゃなくて豆ルリハをね、これ呼んでるんだと思いますよ。こら、割りにあんたば、なんで大きい鳥が来たの。おい、おい、背中に来たの誰か。おい、どかんかい。ほら、さあ、もう戻ろうかね。はい、ちょっと待って、止まって。はい、止まれるんだろう。